はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら紀藤園の生姜湯ローズヒップ入りを飲みたいと思います。伊藤園さん、またソースの出し伊藤園と言っていますが、玉露園の間違いでした。申し訳ございません。どんなのなんだろう。まずは開けてみて、はい、中身はこんな感じで、ちょっと濁ったコップに入れてしまって申し訳ないんですが、時間が今ないので、ではここにお湯をって、またこれもな、ちょっと他のことやってたらあんまり沸かせなかったんだよね。でもこれだけでも十分でしょう。ローズヒップって言われるにはバラの香りはそこまでしないですね。どんな感じなんだろう。では溶かすとこんな感じになります。ちょっと色が混ざってないけど、名前を間違えて申し訳ございません。全体的にまろやかでまったりとした甘さがある生姜湯ですね。バラの香りはそこまでしないですが、気分転換にはいいと思います。生姜の味はしっかり感じられてましたが、口にくる刺激のようなものは控えめで、苦手な方でも飲みやすいのではないでしょうかと思います。ただその分求める方にはちょっと物足りないかもしれないかなとも思うので、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。